ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日は、多摩川を渡る電車に乗っていきたいと思います。最初1番目が中央線、2番目が五日市線です。はい、立川駅にやってきました。これから、中央線の方から先に乗りたいと思います。ちょうど中央特快の高尾行きが来てたんですけど、これは見送って、次に来る豊田駅行きの、中央線に乗りたいと思います。その方がね、ポイントを渡ったりするから楽しいと思って、はい、豊田駅でね、また後続の高尾行きの快速列車に乗って、進んでいきたいと思います。立川駅で運転手さんが交代するみたいですね。で、若手の運転手さんがやっぱりパンタグラフの事故があったから、パンタグラフをね、指差し確認してました。はい、奥に見えるのが、武蔵野号ですね。はい、武蔵野号が見えたんでちょっとね、撮ってみました。多摩モノレールは来なかったな。あ、ちょうどね、次に待ってました豊田駅行きです。まあ、これに乗ってね、八王子方面に行きたいと思います。まあ、多摩川は渡りたいだけなんですけどね。立川駅を出発します。運転台が高い位置にあるから、カメラがなかなかね、高い位置で撮らないといけないんですね。これは大変だ、腕が痛い。はい、ちょうど対向から武蔵野号が走ってきました。これはね、205系の武蔵野号ですね。さっき見た武蔵野号は新型の、武蔵野号です。はい、そろそろね、多摩川に差し掛かるところですね。はい、丸一番のところの、はい、多摩川です。おお、これで多摩川を渡りました。あと多摩川はね、あと残り一つですね。残り一つ渡ってしまえば多摩川貫徹になりますね。楽しみですね。はい、日野駅です。日野駅のね、グリーン車対応工事もやっぱりホーム伸ばしてますね。こんなね、細いところの駅なのに伸ばす部分がやっぱりあるんですね。はい、前に止まってる緑色のね、ショベルカーがね、レールの上を走れるショベルカーですね。はい、日野駅を出発します。はい、JR 総研の日野土木実験場が見えてきました。移動式軌道動的採火装置というのも、置いてありました。
クリーン車の工事で、まあ、線路をね、結構改造するんで、まあ、線路が地盤沈下しないかを、試験するための車両っぽいですね。そろそろ終点豊田駅ですが、これね、右側の方に曲がるかなと思ったら左側に曲がっちゃいましたね。まあ、右側にね、渡って東京行きに折り返しになるんだと思ってたら、まあ、左の方に行っちゃいました。多分これだと車庫行きですね。ここで乗り換えて、八王子の方に行ってみたいと思います。まあ、車庫が見たいんですけどね。はい、乗り換え待ちをしていたらブルーサンダーが走ってきました。豊田車両センターを通ります。まあ、たくさんね、中央線が見られると思います。まあ、中央線以外の車両も止まってたりするんで、まあ、何が止まってるでしょうね。八王子はね、ちょっと人が多くて、動画が撮れなかったので、はい、豊田駅に戻ってきました。
本日2回目の多摩川を渡る電車です。そろそろ立川駅に到着します。立川駅に到着しました。まあ、これ立川駅でね、青梅線に乗り換えて、拝島駅に行きたいと思います。そこでね、拝島駅で五日市線に乗り換えます。青梅線にね、そのまま乗ろうと思ったら、今ね、映ってる青梅線の、線路をね、走っていく青梅線だったんですね。で、次に来る青梅線が、青梅短絡線を通る青梅線だったんで、青梅短絡線をね、通って、拝島駅に行きたいと思います。
はい、青梅特快というのが、ここのホームに止まって、それで中央特快とね、乗り換えが便利になるように、同じホームに止まるようになってます。で、青梅特快だけ、このホームに止まって、それで青梅線の方、一番右側の線路の方に、行かないといけないんですけれども、まあ、その時に青梅短絡線というのを使って青梅線の方に、入っていくっていうことをします。まあ、ユーザーがね、ユーザーというか、まあ、乗客の皆さんが乗り換えしやすいように配慮して、ここのホームに止まるようになってますね。青梅短絡線は、これ昔五日市鉄道というものだったんですね。で、これから五日市線に乗りますんで、まあ歴史を感じるために、青梅短絡線を走ってみたいと思います。青梅線の線路と合流します。それでね、ここ西立川駅ですね、昭和記念公園のね、入るのに一番最寄りの駅になってます。
拝島駅に到着しました。はい、ここで、左側にね五日市線というのが止まってます。これに乗り換えをいたします。まあ、同じね中央線の電車を使ってるんですね。スーツさんもねここのあの0キロポストをね見てましたけど、はい、私もねあの同じ、0キロポストを見つけて撮りました。はい、五日市線のホームです。この、五日市線に乗りたいと思います。まあ、どこまで行くかは天気次第ですね。太閤から走ってくる、中央線は、あれはね青梅線ですね。あそこの線路が青梅線です。左の方から来たのが五日市線ですね。五日市線でも、中央線の方に直通で走るのが、ホリデー快速ですね。ホリデー快速秋川です。で、青梅線側からはホリデー快速、奥多摩っていうのが来て、連結してねここの駅で連結してそれで東京駅に向かっていきます。The doors on the left side will open.
雨が、降ってきて見にくいんですけど、はい、そろそろ多摩川、丸2番を渡ります。
雨が降ってきてるんで、はい、秋川駅で折り返します。秋川駅で、改札をねまず出ます。で、出たところでちょうどね、反対側から列車が来たんで、はい、撮ってみました。でまたね改札の中に入りたいと思います。ちょうどねこの電車に乗ることになっちゃいました。秋川駅を出発です。またね、反対側から多摩川が見えるかなと思います。そろそろ多摩川、あの丸2番の多摩川を、渡ります。どんな風に見えるのかな。自粛が緩和されてから自転車でね川崎の方まで行ったりして、まあ多摩川を渡る電車を順番にねどんどん撮っていきました。で今日ね最後に五日市線に乗って多摩川を撮ることができました。これでね多摩川を渡る電車貫徹です。ご視聴ありがとうございました。